流出文書の一例、2010年7月16日付、ルクセンブルクリークス、またはルクスリークスは、大幅な租税回避を可能とする複雑な財政構造の詳細を記した計2万8000ページに上る内部資料である。これらは、ルクセンブルクの税務当局が多国籍企業数百社に、対して巨額の優遇課税を協定し行っていたことを示す。 大手コンサルティング会社、プライスウーターハウス・クーパーストの秘密合意文書が大量に流出し、2014年11月5日、国際調査報道ジャーナリスト連合によって公表された。資料によると、ペプシ、イケア、AIG、コーチ、ドイツ銀行、アボットラボラトリーズ、青空銀行、日本板ガラス、パロマ、その他340近い企業が、 ルクセンブルクの課税優遇制度を利用し、取引履歴を秘密保全していた。こうした企業には、バーバリー、プロクターギャンブル、ハインツ、JP モルガンチェイス、フェデックスなども含まれており、中にはルクセンブルクを経由することで、課税額が1%未満という企業もあった。ルクセンブルク財務省は公表されて間もなく、 ヨーロッパ共同体には内政干渉する権利などないと述べて国際世論を牽制した。12月12日、同国の検察当局は文書を流出させたとみられるプライス・ウーターハウス・クーパース現地法人現職員を窃盗と資金洗浄の罪で起訴したことを明らかにした。ありがとうございます。